日本の都道府県の中でも、北海道の次に面積が広いことで有名です。岩手県の市町村には、歴史と文化を感じさせてくれる史跡があり、人気の温泉郷も多数あります。岩手県沿岸部といえば、三陸と称されていることで有名です。海岸の多種多様な形状によって、新鮮な魚介が数多く獲れるので、 おいしい魚介の食べ物もたくさんありますわんこそば熱いそばつゆをくぐらせた一口大のそばを客のお椀に入れますそれを食べ終わるたびに給仕がそのお椀に次々とそばを入れ続けそれを客が満腹になり蓋を閉めるまで続けるというスタイルが基本ですあなたも挑戦しませんか 南部鉄器南部鉄器は岩手県で作られている鉄器のこと、えー、南部鉄器で作られた道具は鍋釜、風鈴食材などさまざまな鉄器がありますが中でも最も有名なのが普段の生活はもちろん茶道茶の湯にも欠かせない鉄瓶です。古い南部鉄器は、 木型を使い、瓶型を作って乾燥させ、焼き、ずく鉄を流し込んで形を作ります。木型は基本的に一度しか使うことができません。大きさと形が同じ鉄瓶でも、表面の仕上がりなどに違いがあり、一つ一つ違った表情を楽しむことができるのが魅力です。南部鉄器は海外でもとても人気があります。 中尊寺世界遺産中尊寺は岩手県平泉にある天台宗の東北大本山であり850年に縁人によって改ざんされたとされます2011年に世界文化遺産に登録されましたこの金色堂は金箔で見事に飾られ螺鈿が施されています 欧州藤原氏初代清平によって12世紀に建立されたこの王道には藤原三代のミイラが安置されています世界遺産平泉平泉には仏教の中でも特に浄土思想の考え方に基づいて作られた多様な寺院・庭園及び遺跡が良好に保存されています平泉の理想世界の表現は 他に例のないものとされています。流泉洞、日本三大小乳堂の一つです。洞内に住むコウモリとともに、国の天然記念物指定を受けています。奥から湧き出る清水が数箇所にわたって深い地底湖を形成しています。岩手県は、 山にも海にもも海恵ままれていますたくさんの観光スポットが点在していますが名産品や特産品もたくさんありおいしいグルメでいっぱいです。世界遺産を巡りながらおいしいものを食べる最高ですね。